本当にかわいそうで、子供を持つ親として安全になんか生活できる環境を整えてもらいたい。静岡の事件を受けて、国は通園バスを持つ全ての幼稚園や保育所、認定こども園などの一斉点検の実施を決定。道も国の指示で今週から安全管理の調査に乗り出しています。送迎バス乗車時に複数職員で名前や人数を確認しているかですとか、点検項目として示されております。調査は年内に完了する予定ですが、保護者からはしっかり取り組んでほしいという声が上がっています。一方、国の一斉点検とは別に独自に安全対策の強化に乗り出す認定こども園もあります。よし、以上なしだな。はい、取ります。報告を頼みます。はい。札幌中央区の札幌大谷幼稚園です。園では以前から送迎をすべて終えた後にバスの運転手と乗務の先生が車内をダブルチェックして安全を確保してきました。しかし今回の事件を受けて、園長が最終確認を行うトリプルチェック制を取り入れました。さらに背もたれに園児が隠れてしまう可能性もある通園バス。こちらの幼稚園では前からだけでなく一つ一つ確認するということも大切にしています。安全安心、そのことを第一にしなければいけない、そのことを、全職員と肝に銘じた、一つの、教訓でした。当たり前のことを当たり前にしていく、やはり安全確認、そして次なる、複数での確認、そこのところは、絶対に必要なことだと考えています。一方、通園バスに関わらず子どもたちの安全を守る上で保育の現場が抱える問題の改善を求める声も上がっています。今回のバスの件も含めて保育中に起きる事故っていうのは人手不足と業務負担、これが大きな影響を与えてるんじゃないかと思います。我々保育者が心にゆとりを持って日々の業務に当たっていく、そういう環境を作っていくっていうことが今後保育事故を減らすためには重要なことなんじゃないかなと思います。大切な子どもたちの命を預かる保育の現場、国には現場が抱える根本的な問題の改善も同時に求められています。